現在国内では第三者による卵子や精子の提供による体外受精や代理出産については法整備が整っていないことなどから国内では認められていませんこれに対し自民党のプロジェクトチームは多くの患者が海外で体外受精などの治療を受けているとして他に方法がない場合に限って国内でも可能にする方針を打ち出しました